基本のスキンケアのやり方を紹介します。最初に角質ケア用の拭き取り化粧水でコットンをひたひたにします。 T ゾーンを中心にスーッと撫でるように拭き取ります。次にしっとりタイプの化粧水を手のひらに出します。顔の中心から外側へ肌に押し込むようになじませます。最後に乳液を取って手のひらで温めます。同じように中心から外側へなじませます。乾燥している部分は重ね付けします。これで終わりです。スキンケアは楽しく丁寧にやりましょう。